カとアスパラのバター炒めを作りました。いただきます。ホタルイカ、アスパラ、どちらもバター醤油にとてもよく合います。ホタルイカの綿の旨味いいですね。後を引く美味しさです。口の中はいつまでも旨味が残っています。ホタルイカの下処理は少し手間がかかりますが、丁寧な下処理でより美味しくなります。皆さんもぜひホタルイカ、アスパラの美味しい時期にお試しください。今回の動画が良かったら高評価、コメント、チャンネル登録をよろしくお願いします。ごちそうさまでした。